じゃあ行くぞ。炭置いとこうかね。出るぞ。うん。夕方頃腹減ると思うから、それで食えばいい。あなたは食べてるんでしょ。うん、よかったね。でも美味しくなかった。うん、なんか酢にしゃ、なんか紅、焼き鮭にしときゃよかった。いや、値段考えたら弁当の方がいいかななんて思ったけど、そんな考え持たなきゃよかった。そんなに美味しくなかったね。もうコロナになったのかなって思っちゃうぐらい薄かった。味もなかった。気をつけようと。薄っぺらいチャーシューもどきの味でなんか全てをごまかそうとする感が強いお味でございました。出た、ハワイ。ハワイ、しゃっくり。ハワイで、ここハワイ。ここハワイだよ、ケイちゃん。ハワイ、わー、寒いね。ここのハワイ寒いね。駐車場、普通乗用車500円で泊まれるよ。いや、金払わなくても金払う概念が分からないし。そこで泊めてここまで歩いてきた方が安くね、まあ、500円だったら。旅行やめてほしい。泊まる気ねえから。食べ物がメインだからそこまで興味ないんじゃない。その買い食いっていう概念かな。ちょっとね、うざい。はい。超綺麗正面だよ。やべ、これ聞こえちゃったかな。まあ、いっか。普通に行っちゃった。泊まる気ねえから。してないでしょ。これ目の前のこの誰かが黒だけってやつかな。つまらないんだ。どうした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 。ラパン、ラパン頑張れ。なんでこのブレーキも遊んじゃう。探しようがないよ。コンドミニアムホテル、あんなとこ行ってコンドミニアムホテル行くの。そうじゃない。あ、薪売ってるし。知らなかったな。ゆるキャンのナレーター、あのおじいさんいたじゃん。ソリッドのスネーク役だったってことにする。やりていい。あ、わかる。ちょっと見えないけど。え、見えない。うん。富士山。ギアソリッドっていうゲームあるじゃん。はいはい、あれのスネーク役の。あ、そうなの。そうだよ。大塚さんでしょ、確か。確かに相当イケボなじいさんの声だなとはずっと思ってたけど、リンちゃんのじいちゃん、うん、まさかなと思ったら同じ人だった。ちょっと声色はだいぶ変えてるけど。いや、声優さんってすごいんだよ。すごいね。いくつになっても声優さんはマジですごいんだよ、うん、あっちもなんか人優しそうなおじいさん。クールだけど、物静かだけど優しいおじいちゃんみたいな。孫に激甘おじいちゃん。使う。
とコンビニ入るわ。左でもいいんだけど。コンビニの方がいいか。止まってねえし、怖っ。やっと止まって。やっと止まって。怖っ。先短いんだから殺人者になるね。すぐ出るけど。行きまっせい、うん、ごめんね。で、いっすか。ちょっと過ぎたせやつがあるな。それは分かる。なんでこんなとこで出すの。